FC 大阪が加入して、ここまでほぼスタメン出場、できてます、加入してからの、ここまで振り返っていかがでしょうか。そうですね、開幕からすごいチーム調子良くて、勢いにも乗ってたんですけど、ここ最近なかなか勝てない試合が続いてるんで、しっかり切り替えて次の試合に向かっていきたいなと思います。ご自身のコンディション的にはいかがですか。コンディションは3月からシーズン始まってからどんどん上がってきてるので、ここからもっと良くなっていくと思います。改めて FC 大阪のいいところ、ご自身でどういうふうに感じてますか。いいところ教えてください。いいところはやっぱり、全員がハードワークして戦うっていうところが一番いいところだと思いますし、それが前からのプレッシングだったり、裏に抜け出し、球際切り替え運動量のところにつながってると思うので、そこは大阪のいいところだと思います。次節、フルス、ピアティンとの試合になります、そのあたりどのように感じてますか。そうですね、サッカー人生でもフルスと公式戦でやるっていうのはすごい初めての経験なので、すごい個人的にも楽しみですし、絶対負けられないっていう気持ちはあるので、本当に勝利のために全力で戦いたいと思います。当然そのフルスなので、仲良かった選手だったりとか、気になる選手いらっしゃると思うんですけども、誰かこうマッチアップだったり会えるのかとか。そうですね、でも去年いた選手がまだ結構残ってるので、やっぱ去年一緒にやってた選手とやっぱマッチアップしたり、対戦できるっていうのはすごい楽しみですし、本当に負けられないなって思います。最後、次の試合に向けて、FC 大阪のファンに、そして、ビアティンのファン、含めて応援してくれてるファンにメッセージをお願いします。いつも応援ありがとうございます。今なかなか勝てない状況が続いてますが、やっぱり昇格優勝っていう目標はチーム全体で変わってないので、まず一つこの試合勝って本当に勢いに乗っていきたいと思います。これからも熱い応援よろしくお願いします。